皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日は蘇生法師の歌を使って口示しを解読しましょう。蘇生法師の名前の右側に書き込みがありますので、拡大してみましょう。さて、読んでいきますよ。これはひらがなの「そう」ですね。これはなかなか見にくいですね。皆さんは何と読みますか？はい、ひらがなの「せ」。次はどの部分かと言いますと、これです。これは「い」。蘇生「い」。次はこの字です。これはどんな漢字を崩したものかというと、本という漢字を崩したもので、ほと読みます。次は、これはう。そしてこれがし。さて、本文です。これは今。さて、これは来るという漢字を崩したものです。次はひらがなの無。さて、これは登るという漢字を崩したもので、とと読みます。登山のと。これは、はい、いと書いてあります。次は、これは、ひ。これは、し。これは何でしょうね。つに見えますが、蜂という漢字を崩したもので、ハと読みます。この部分も文字なんです。これは可能の可という漢字を崩したもので、可と読みます。これはひらがなの離。これはに。さあ、これです。ひらがなの「ち」のようにも見えますし、漢字の「七」というものに見えますが、他の字です。線が多いですから悩んでしまいますよね。実はこれは「長い」という漢字を崩したものです。次は漢字の「月」。これは能力の能という漢字を崩したもので、のと読みます。さあ、これは何を崩したものでしょうね。どうでしょう。これはあるという漢字を崩したものです。次はこれです。これはですね、明るいという漢字を崩したものです。次はもうおなじみですね。乃木坂の「の」のと読みます。これは月ですね。そして「を」。こう言ってみましょうか。はい、まですね。次は
縦棒から始まって右に膨らむときにかなり角度がきついもの、これはラではなくてチなんです。さあ、これはどんな漢字を崩したものでしょうか。これは出るという漢字を崩したものです。さあ、これは川という漢字を崩したものですが、ここでは津の代わりに使われています。津と読みます。川と書いて津と読みます。川がどんどん崩れていくとこのように横長になっていきます。何気にここにありますが、これはるです。そしてこれです。この形を覚えておいてください。これはかなという漢字を崩したものです。それでは今まで読んできたこのようになっています。これを読みやすくしてみました。今こんと言いしばかりに長月の、次は後半部分ですね、下の句、まあなんとなくわかるんですが、もっと読みやすくすると、有明の月を待ちいでつるかなと読みます。さて、この回のおさらいです。これは本という字を崩したもので、ほと読みます。本のほ、本のほ、こんな形で出てまいります。最後に右の方に、何か飛んでいますね。あれが一つの特徴です。本のほ、これは登るという字を崩したもので、とと読みます。登山のととしましょうか。登山のと、これがだいたい見かける字です。こういうふうにですね、なってしまうとどうですか。登るという字に、見えますでしょうか。でも、崩したものがかなになっていきますので、これが登山のとだという、目で、覚えてください。次はこれは八という漢字を崩したもので、葉と読む。八の葉、カタカナの葉に非常によく似ています。次はこれです。これは可能の可を崩したもので、可と読みます。可能の可、よく本文に小さく出てくる、字です。これは能力の能という漢字を崩したもので、能と読みます。能力の能、どうですか。左側に、丸いものがあると、ひらがなの実のように見えますが、能力の能という字の崩れたものです。こうなると、かなり美しいものですが、これは乃木坂のの、乃木坂ののです。これもこれもこれも
のと読みます。次はここにありましたね、川という漢字ですが、ここでは津と読んでください。川は津というひらがなの元の字です。川、川、だんだん、崩れていくと右下のように現在の津の形に非常に近くなった、なっていきますね。では他のバージョンで読んでみましょう。ここから読んでいきます。これはイ、これはどうでしょうか。これはマなんです。そしてこれはコと書いてあります。でっかいですね。わかりますか。これはマウという漢字を崩したものでムと読みます。これはと、これは何でしょう。これは以上のイを崩したものでイと読みます。現在のひらがなのイの元の字です。これは出るという漢字ではありません。これは悲しいという漢字を崩したものでヒと読みます。悲劇の悲、これは死です。これはいかがでしょうか。はい、これは物という漢字を崩したもので歯と読みます。次は可能の可を崩したもので可と読みます。さあこれです。これは里という字を崩したもので里です。次は世ではありません。左から言っているので書いてあるので世ではありませんよ。これは漢字の二という漢字を崩したものです。そして二と読みます。国の宮の二、これはなですね。さあ小さく出てきたくるっとしたもののではありません。一番下の字見てください。あれがのです。これはですね、可能のかを崩したものでかと読みます。注意しましょう。これは月という漢字を崩したものです。そしてのこれはあ、これはいかがでしょうか。どんな漢字を崩したものかというと、上が木で下が子供となりますのでり、まあ、すももですね。りと読みます。この崩し、この崩し方は、いろんなところに出てきます。明るいという字を崩したもので、有明の月の明けるという時にはいっぱい出てきます。これはの、次はこれはつですね。これは横棒が2本ですから木です。これはを、これはま
ですね。次はこれは地。さてこれは漢字を崩したものです。何でしょう。出るという漢字を崩したものです。これはひらがなのイに見えますけども、実は川という漢字を崩したもので、つと読みます。ひらがなのつになる前の段階ですね。もうちょっとでつになるとこですね。さなぎのようなもんですね。さて鳥のひなのような形、何だと思いますか。これは類型の類という字です。上の丸い部分が田んぼの田を崩したもので、あります。ルと読みます。ルル述べるなんていう場合のルですね。糸片がついたものがルルっていう、まあ、細々とした糸がもつれるような、そんなルル述べるっていう場合は、まあ、糸がついてる方が良いんですが、まあ、なくても良いわけです。これは腕はありません。可能の可です。可と読みます。これは何でしょうか。神に見えますがナスの名です。まあ、勢い余ってぐっと下に伸ばして終わっています。まあ、字のバランスなどを考えた崩し方でしょうね。なと読みます。いかがでした。お疲れ様でした。次回は、この方糞屋の安秀の歌を使って崩し字を読んでいきましょう。それでは皆さんごきげんよう。またお会いしましょう。